今回このカスタムコースでレベル上げをしたいと思います。早速ゲームを開始します。久しぶりにチームデスマッチでも行ってみようかなと思ったんでね。コンバインストロングホールド、ストロングホールド行ってみようか。ハンテッド難しいんだよね、ストロングホールド。まあハンテッドもそうなんだけど、ストロングホールドもまだプレイ実況を上げてないと思うんでね。どちらかといえばこのストロングホールドの方が個人的にはねやりやすいんで。チームデスマッチはすぐ終わるんでね、試合時間短いんでね、15分で余裕で収まるんでね。はい、今回はねチームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはストロングホールドになります。スペシャリストはプロフェットで、スペシャルウェポンのテンペストでねレベル上げをしてみたいと思います。チームデスマッチかなり難しいんでね、はい、今回はね渡辺真由でシェイバーでレベル上げをしていきたいと思います。はい、頑張るぞい。この辺とか結構いそうな気がするんだけど、これシェイバー難しいんだよね、これ。とにかくはい、よしよし。はい、ここにいるんじゃない？サプレッサー使ってんのかな？使ってない？でチームデスマッチってこういう立ち回りになるんで、どうしても、いかにキルしてデスを抑えるかっていうゲームなんで。珍しく調子いいんだけど、お調子いいぞ。今のところは4キルやってるぞ。結構いいんじゃない。ここにいるね、これね。こっからちょっと大回りで、よしよし、もう1体いるよ。これズームができるんで、このバリースリーは気に入ってるんで、今までこういったリーコン全然使わなかったんだけどね、あの格好作ではね。ここでリスか、ここに絶対いるでしょ。これ怖いな、なんか。ありがとう、助かる。 UAV ありがとう。ああちょっと回れなかった。あれ感度6で、感度4でやってるんだけど、全然いけるよ。感度が低いと、フリーとか言うんだけど、全然そんなことないよ。慣れなんだよ、これ。感度が早かったら、もちろんこうやって、振り向くのは早いんだけど、でもやられるときはやられちゃうんでね。テンペスト OK？ あ、後ろにいたの？これ難しいんだよね、この武器。テンペストオンライン。ちょっと投げといて。
よしよしよし。はい。あ、やったんだ俺が。テンペストをもうちょいで切れる。その前にあと1キロぐらい。あ、ダメか。8キロ。15キロぐらいやりゃいいんじゃないかなと思ってんだけど。間違えた。ちょっと、間違えたな。よしよしよし。よしよしよし。ここ強いね。うん。分かってたんだけどね。コールドブラッドやったらさらにこ打ち勝ってるよ、ここ。脅威処理？で、ここをちょっと見てみようか。あ、ここか。裏取りされたのね。勝っちゃえるんだけど。個人の成績的には、いまいち。よし、レベル5に上がりました。ナイス。あれ、ありがとう。助かる。よしよし、これ強いわ、この武器。UAV 助かろう、ほんとマジでありがとう。めっちゃ助かるわ。ここいるよね。出てきなさい。ここいないな。多分ここにいるよ、これ。おお、14キロもやってるぞ、すでに。多分ダメか。15キロが一応ノルマって言ったんでね。まあいいでしょう。投げときゃ結構いいんでねかい。このマップ俺好きなんでね。あの、まだプレイ実況上げてないとは思うんだけど、フリーフォールで1位になってるんでね、ここ。あの、実況取らなかったんだけど、急遽試合1位になったんで。エネルギー、ちょっと味方がいると嫌だわ。よしよし。後ろにいるわ。倒した？奪ってやる。よしよし。ライトニングストライクオンライン。よっしゃ、ポジアルの人か。ライトニングストライクノーヒットに終わること結構あるよ、これ。あと1キロ。あ、終わった。勝ちましたよ。皆さん、コングラチュレーション。75対50でね、うちら勝ちました。面白かった。うん、とっても。チームデスマッチ久しぶりなんだけど、面白いね、やっぱりね。うん。難しいんだけど。あと2キロだったんだな。うん。でも、キルは良かったんだけども。お、2位に入ってるぞ。好試合でやってみようか。これ最近手に入れたんでね、ブラックマーケットで。今回の成績は18キル10です。1点比率 1.80、 アシスト1、スコア1950でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。とっても面白かったです。抜けます。ノーマルドロップ1個と交換できる。ちょうど10溜まってるんでね。今までこれ利用可能っていうの、これ今まで出なかったんだけどね。レベル5にね、昇格しました。フラッグジャケットでアンロックトークン1ゲットしました。でシェイバーレベル18に値上がりました。ラピッドファイヤー
プラス 1700XP ということでね。はい、レベル4からレベル5に値上がりました。はい、あともうちょいで 1760XP でレベル6に上がるんだけどね。はい、今回使ったのはね、渡辺舞でシェイバにメインサイトはバリックス3、アタッチメントは拡張マガジン、ロングバレル、サブは XM53、 リーサルはフラグ、タクティカルはコンカッション、パークはアフターバーナー、早技、ブラストサプレッサー、スコアストリークは UAV、 ヘルストーム、タロン、スペシャリストはプロフェットで、スペシャルウェポンのテンペストというカスタムでやっていきました。今回プレステージ7ので A 級アンロックしたこのシェイバーを使ってね、レベル上げをしてみたんだけどね。で、久しぶりにチームデスマッチで、で、まだプレイ実況上げてない今回プレイしたね、ストロングホールドでね、チームデスマッチやってたんだけど、もう結構キルレー結構良かったんじゃないかなと思う。18キルの10ですでね、プラス8で結構良かったと思います。20キルやったことあったのかな、ちょっと覚えてないんだけど、多分あったのかな。録画しない、してない動画で多分やったことあると思うんだけども、でも18キル結構いい成績だったと思うんでね、うん。で、しかもこのシェイバーで、難しいシェイバーでね、18キルの10ですやったんで、結構良かった、内容、試合内容的には良かったと思います。で、このシェイバーも、もうマックスになってるんでね、今、武器プレステージ1のマックスになってるんでね、まあ、ラピッドファイヤーまで、もうすべてアタッチメント解除できてるんで、で、せっかくなんでね、武器プレステージ2にね、突入したいと思います。武器プレステージ2に突入しました。で、キルカウンターで、アタッチメント何もつけれないんだけどね。うん、シェイバーも扱い慣れてるんでね。で、もう今回ね、ちょっと風邪でちょっと調子が悪くてね、もっと調子が良ければもうちょいいい成績が得られたと思うんだけどね。風で調子悪い中でのね、プレイだったのでね、コンディションが良ければもっといい成績が叩き出せたと思うんだけどね、うん。で、シェイバーの方も慣れてるんだけど、もっと多く扱い慣れてね、うん、シェイバーを使ってもっといい成績が出せるようにね、頑張っていきたいと思います。で、今アンロックトークン1あるんで、パーク2のハードウェア、ハードワイヤーをちょっとね、アンロックしたいと思います。はい、今回はね、プレステージ7突入後にレベル上げをしてみたの、プレイ実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。